皆さんこんばんは。シモンチのマドロミマヌウサの始まりです。今夜も足がつりっぱなし、そんなシモンチさんは日々下妻のために活動しております。好きな言葉は高麗人参、好きな言葉は汎用人型血栓液好きな言葉は天狗。今日もどうぞよろしくお願いいたします。ねえ、ほんとさぁ、しょっぱなから何来る、キャラじゃないでしょびっくりしたよ、びっくりした、噛んじゃったし、しかもやだもん、びっくりした、やだもんね2回目の放送になりました、はい、かった。いやー、1回目でさぁ、ね、1回目のアーカイブ見た、みんな見たよ、ほんと、ピーが多すぎてさ、ちょっとね、もう呼んでもらえないのかと思ってたよね。初回で打ち切りかなとか思って危ない、最初からいろいろぶっ込みすぎなんですね。はい、でした。本当にね、まあ、今日はね、はい、生徒派アイドルとしてね、うん、まあ、最初から生徒派でね行ってますけど、うん、ね、多分どこよりも生徒派だったはず。そうですね、うん、まあ、うちらしかいないかなって、はい、それはないですねどういうこと、はい、まあ、そんなわけでね、はい、いやー緊張しますね、2回目もするめっちゃする。じゃあ自己紹介でもしますか。はいはい、じゃあマイマイ、はい、下妻に羽ばたく大紫ビッグパープルマイマイです、よろしくお願いします。はい、下妻一のオレンジ草野郎オレンジレンジャーミサキングです、よろしくお願いします。しおりん、下妻の腹黒乙女しおりんです、よろしくお願いしますねえ、何腹黒、変えた自己紹介、いや違うんですよ、なんかお嫁さんとか言ってませんでした前、違うんですよ、これにはちょっと訳がありまして、はい、まあ、それはね、まあ、後々に発表していこうかな、うん、なんだろうな、まあ、初っ端からきついんでそれはね、はい、そうなんだきつい、ね、私ばっかこういうキャラでちょっと嫌なんですけど、なんかえそんなことないですよそうだよ、大丈夫大丈夫本当でもなんかさ今日のあれね、広いね、背景すごいいいね、だってほら茨城空港から8時間かけて、ここどこですか、ここどこだろう、うわ私のポテトチップスこんなパンパンになっちゃった、やばい、ここはチベット、チベット、チベット、チベットってこういうやつですか、何それですかそれ何これ何これ、何これ、飛ぶとなんかこういう、なんだっけ、あの2メートル先までそう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 、視力やばいやつ、なんだっけやばいやつ、マサイ族、あそうですあーそういうこと、マサイ族っぽいよね、でもね確かに、任せてくださいよ、でっかいから、ね、おーいいね、多分これ立ったらさ切れるんじゃない、やっぱり切れるかも、背大きいから、そうでもない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 、いやー、うん、なんか叫んでみます、いいよ、じゃあどうしようかな、え私ですか、うん、せっかくの草原なんだから騒いでみてよ、そうだね、うん、そうですね、麻婆豆腐、おー、おー帰ってくるかな、帰ってきませんね、チベットの人は麻婆豆腐好きじゃないんですね、おかしい、キング、はい、いきますよ、大根、あ誰か返してですね、しおりんはマッパー、マッパー、あ帰ってきた帰ってきた帰ってきたよ、なんだこれもう恒例やめましょう、マッパの恒例はねよくないですから、みんなに言われるんですからね、しおりんイコールマッパだよ、そうです、いやそういうそうじゃないよじゃあ、ね、イコール、うん、とこの番組ではまどろみ、はい、まどろみマヌーサでは、うん、とツイッターでのハッシュタグを、うん、お待ちしております、はい、ハッシュタグまどろみで出してもらって、シャープまどろみ、まどろみでお願いします、ツイートしてください、お願いします、下水こと NG ですよ、 NG です、悪口も NG ですよ、ヒエロとかもなしですよやめてくださいね、でこれがね、このシャープの次がキングくんの LINE の ID になる、だから前回も言ったけど違うよこんな簡単な ID の人ないでしょ、おかしい、でも絶対いるよ、いるかな、まどろみ、じゃあ違う人に行っちゃうじゃん、そうだよね、キングおはようとか言ったら違う人にさいいよどうでも、さそう、てなわけでね、はい、今日のコーナー、はい、はい、まずはテーマトークです、はい、何も知らない、そうだまだ何も知らないんだよね、う、うん、何だろう、このねコーナーは出されたテーマを、はい、アドリブで私たちが話していく、うん、というコーナーになっております、はい、
大丈夫からとんでもないやつ。今回のテーマは、はい、今回のテーマは内山、あ、じゃダイエットダイエットですね。なんでダイエット、ダイエット出た出た、ダイエット。なるほどね、ダイエットか。あのさ、思うけどさ、2人はしたことないでしょ絶対。正直言ってもいいですか。うん、ありません。あるの？あ、ないの？ないよね。あるの？ありません。なんだよ、だってもやしじゃない。でもキング君はなんかあるでしょ絶対ね。何？ダイエットしたことあるよ。あるよ。あるけどさ、結構意志が弱い派なので、なんて言うんだろう、ダイエットするぞっていう気持ちは毎日あるんですけど、やっぱちょっと今日だけいいかなとか言ってお菓子食べちゃったり。いつもそうだよねキングね。ほんと、あれ今日来るとき何食べてました？やばい、バレてる。しかも、うん、セットでやばい。まあそんなことはね、まだね、ちょろいですよ。ちょろい？ちょろい。うちのプロデューサーハンバーガー3つ食べてたじゃないですか。わー、しかもセット。そうや、プラスポテトの M も食べてました。ダイエットなんか無縁な方ですからね。確かに、はい、そうだね。そうですね。なんだろう、今はさ、何のダイエット流行ってんだろう、うん。あのさ、一昔前はさ、いや一昔とか一応失礼かもしれない、カービーダンスとかね、あ、流行ったじゃないですか。めっちゃ流行った。あと王朝とか。王朝？王朝？何それ？え、王朝って何？知らない。王朝？王朝ってありません？なんかこういうやつ。腰のダイエット。え、あるよね。わかんない。あとほら、こういうやつってやつ。あ、なんかロングブレスダイエットとか あるじゃないですか。ありました。でもね、うん、こんなダイエットは嫌だ。なんかありますか？なんだろうな、逆立ちダイエット？ちょっと血のぼっちゃうみたいな。無理ですね。です、放送事故。食べ過ぎて、うん、わざと体重をめっちゃ増やして1キロ減っただけで、よっしゃーみたいな。あ、これそれちょっとねやってみましょう。ダメダメダメ。その時はもう脱退する時だよ、もう無理だよもう。私は天狗ダイエットっていうのはどうかなって思うんです。天狗ダイエット、どうやってやるんですか？天狗ダイエットっていうのは、いかにこう空気を吸って顔が赤くなってふってできるか。マジで？だからさ、最近鼻こならちゃったの？若干ね。こうね、へし折ってくれますか、この天狗を。いつでもへし折ります。簡単にへし折られるもんですよ天狗ダイエットっていうのはね。なんだそれ、初めて聞いたよ天狗ダイエット。てかさ、好きな言葉天狗ってやばいよね。やばい。天狗ハマってんの最近。いや、わかんないけど、なんだろうな。なんだろう。じゃあ、エコバッグダイエットってどうですか？何ですかそれ。何？いかにエコバッグにこう縮こまって、縮こまれるかっていう。あ、それからじゃない、エコバッグにいっぱい石とか詰めてこんななってさ。あ、なるほどね。で、はいとか言うんでしょ。そう、それは違う。ちょっと違うやつ。袋いりませんって言った数だけお菓子我慢。エコバッグを使った数だけ、ね、お菓子を我慢する。じゃあパンダダイエットってどうですか？パンダダイエット白黒。じゃあ 目の周りが黒、いかに黒くなるか。何で何も食べないで。それもうやばいよ。やつで食べてよ。そんなんだったら食べないで、いかに黒くなるかっていう。もう食べていい。そしたらもうこれさ、お医者さんから怒られるよ。間違いない。こんなもの悪いよって。パンダダイエットでも可愛いからね、ちょっとありかもしれない。そうだよね、うん。どうだろう。じゃあなんだろうな。あとなんだろうね。じゃあ、うん、ギタリストダイエットってどうですか？ギタリストになったつもりダイエットっていうのは、あのあれかな？エアギターでどれだけ動ける。ちょっとやってみて、やってみて。ドゥーン。あー、なるほど。ね、なんかシュールすぎて痩せないよ。そんなんじゃ。本当だよ。痩せないよ。おかしいね。頭ブンブン振って痩せるみたいな。そうだな、サムラ、うん、守るダイエットもどうか。どうやってやんのそれ。いや、だからサングラスかけて、うん、で、いかにこう見えないところの恐怖を感じながらダイエットをして、うん、で、成功したら全部噛み切るとか。あー、なるほどね。なるほどじゃないよ。もう私、全部噛み切る。訴えられるよ、こんなことばっかりって。じゃあ、忍者ダイエットとかどうですか？あ、ニン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 、そう、あの三沼の上をいかに速く走れるか。ちょっとやってみて、やってみて。そうでしょ。こっちこっちでこっち。オッケー。行くよ。いや。うん。知らない。おせえ。え、私も私もやりたい。やってやって。あとに続きたい。やって。やって。いける？せーの。これ三沼だと思ってください。いやいやいや。行きます。
シュールだね、随分と。シュールだよ。なんだこれ、面白くないな。何が楽しいのこれ。個人的にすごい好きです、これ。あ、分かった、面白い、はい、じゃあ、新しい細胞発見ダイエット。あ、まさか。まさか。そうやってさ、スタップ細胞ねえ、言っちゃったね、信じられないんだけど。今流行ってるから言ったんでしょ、それ。言ったよ。信じられない。なかなか言う機会ないじゃん、スタップ細胞って。ないですね、間違いなく。じゃあさ、忍者ダイエットはニンニンっていうじゃん、うん、キングダイエットはキンキンっていうのそれ言っていいの、言っていいの、キンキンってキンキンこんなのダイエットなんないよ、何それ。なんだ、ね、やばいね、やばいよ。じゃあ飛ばしすぎてる、うん、じゃあ、うん、そうだな、消費税増税ダイエットってどうですか。なるほどね、分かった。増税したがために買いたいものを買えなくてやつれていく、うん、それ結果パンダダイエットですよ。そうだね、パンダダイエット。それに全部イコールになったんだ。それにつながっていくんですね。まずニンニンダイエットから入って、うん、はい、でそれであの買い物に消費税ダイエットで行って最後はパンダダイエットになる。で最後はサムラムフダイエットになる。髪の毛切れるって。なるほど、全部こうイコールになってるってことですかね。そうなんだ。いや、ダイエットでこんだけ話がね、うん、繋げられるなんてやばいです。おかしい、ほぼおかしいけどね、絶対流行んないけど、うん、9割ないことですけどね。そうですよ、ないよ。さっきニンニンとか言って、うん、確かにそうだよね、うん、で結局ね、うん、どうなんですか、キング君は。キング君は私がどれを選ぶかって、うん、そう、やっぱりね、スタップ細胞ダイエット。ね、そんなこと言ってないよ、私。新しい細胞ダイエットって言ったんだよ。これピー入んないよね。大丈夫だよね。大丈夫。ちょっとまずいんじゃない。そうでしょ。だって私もサムラフンフン守るって言ったんだよ。やばいよ。あ、ちゃんとゴーチって、うん、あ、言っちゃった。言っちゃったよ。ねえ。言っちゃったよ。痛いよ。もう一回ニンニンダイエットやってた。そうだね。何事もなかったかのようにしよう。これでチャラにしよう。消えたんじゃない。危ない。それでね、邪気は払われよ。キン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 、うん、よくわかんない。危ない、危なかったね。おかしい、多分さ、みんなヒヤヒヤしてるんじゃないの、見てる人たち。ヒヤヒヤしてるよ、うん、だよ。何何じゃあヘルメットダイエットってのはどうですか。どういうこと、どういうこと。いかにヘルメットに近づけるかダイエットって。ちょっとやってみて。え、でも私が、あ、もうなってるわ。違う。じゃあね、そろそろそんなわけで。おかしいよ。そんなわけでね、なんでよ、うん、初めの曲になりますけども。はい。今日はこの曲、紹介。はい、じゃあ、まいまい行ってみますか。はい。はい。あの、この間、地域安全キャンペーンというイベントに、私とキングくんが出させていただいて、はい、そこで歌わせていただいた曲になります。お、防犯は、鍵かけ声かけ心がけの歌ですね。あとイカのお寿司とか、はい、イカのお寿司っていうスローガンがあるんですけど、うんうん、あの頭文字を取って防犯の標語みたいな。そうなんです、はい、まずイカ、行かない、の、乗らない、を、押さない。それ漢字じゃないの。あれ、お、お、なんだっけ、お、でもさ、大声で叫ぶ、大声で叫ぶ、来た。じゃあ、すぐ逃げる、し、し、知らせる、あ、コンプリート。私死なないかと思います。当たり前だよ、死なない、ね、死なないね、当たり前です。そうなんだよ ね、まあ、ね、死なない、あるある詐欺とか。うん、違うでしょ。あれ、あるある詐欺、オレオレカフェオレだろうよ。オレオレカフェオレ詐欺。あれ、ね、いいよ、こんなねことばっか言ってるから、うん、ちゃんと曲振りができないじゃないですか。そうだよ、時間なくなっちゃう。この曲を聴いてね、じゃあ皆さんも防犯は声かけ心、鍵かけ声かけ心がけをね、はい、覚えてもらえればと思います。はい、じゃあ1曲目の曲に行ってみましょう。せーの、鍵かけ戦隊キーレンジャー。
なんか疲れちゃったね。疲れた。なんか逮捕者出たけど大丈夫？大丈夫。なんか3人ここで逮捕者が出たらしいんですけど。防犯とかやってない。それあの取り締まってますよってことですよね。そうですよね。こういうことするとこういうことになっちゃいますよ。そうですよ。はい。ちなみにさっきのは車上荒らしですよね。はい。マイマイが車上荒らしてました。はい。ツーロックしてくださいってことですね。はい。はい、ちゃんと鍵はかけてください。あなたの心の鍵もね。この鍵は私が開けますけどね。怖っ。やっぱりこれなんじゃないのキング。なんでよ。これですね、これ。そんな前回一個もないから大丈夫。大丈夫だよ。でもキングはさ、あれだよね。あでもキングはあれですよ、3時頃まで起きてるからね。泥棒の時間ですね、3時なんで。だからって泥棒にしないで。いっぱいいるよ、ね、こんなど田舎でさ、そんな事件起きるわけないでしょ。何何何よ、こんなど田舎でど田舎でこんな事件起きるわけないでしょ。そんなこんなこんな、こんな言わせないで、言わないで、絶対もいど田舎言わせないでよ。本当におかしい、カンペが出てきたぞ今。おかしいな、別になんかね、なんだろう。じゃあね、はい、次、はい、次のコーナー行きますか。そうだね、新コーナー、新コーナー。じゃあコーナー名言いましょうか。はい、マイマイ。はい、早く答えて間違えて、イエイ。さあキング君、はい、このコーナーの説明お願いします。はい、このコーナーではみんなが分かるようなすごく簡単なクイズが出てきます。それに正解を答えるんじゃなくて、間違えた答えをした人が正解になります。間違えた答え、はい、それでですね、なるほど、本当の正解を言っちゃった人はブーです。あー、はい、あとは あの考えるのもダメなので、うん、お題を出されたらパッってすぐに間違えた答えを言ってください。なるほど、そうすればピンポンです。あ、難しそうですね。そう、意外と難しいと思うよ、うん、これ罰ゲームとかありますか。なんだろう、罰ゲームなんかあるかな、ちょっと何かしらあるよ。これですね。これかちょっとでかいな、代償が。安易にこれは出さないでくださいよ。そうだよ、代償がでかいよ。下妻背負ってるんですから。そうだよ、ね、やばい、罰ゲームどころじゃないよ。そうですよ。そうだね、大丈夫。はい、じゃあやってみますか。早速行ってみましょう。はい、じゃあ行きます。誰が答えますか。そうだな、じゃあマイマイ。よし、はい、じゃあ私がお題を出しますね。はい、いきますよ、スタート。醤油、味噌、塩味、豚骨などのあるツルツルと食べる美味しい食べ物は何。豆腐。今の日本の総理大臣は誰。キング君。ボールを蹴って相手のゴールに入れるスポーツで、今年ワールドカップが開かれるスポーツはビジバレー。最近話題になったドラマ、失恋ショコラティエのショコラティエとはどんな意味。魚屋さん。東京ディズニーランドにいるネズミをモチーフにした可愛い名前のキャラクターは何。くまモン。スターダスト所属の女性アイドルグループ5人組、代表曲に行くぜ、怪盗少女、チャイマックスなどがあるグループは何。クローバー Z。 信号機クローバー Z。握った酢飯の上に刺身の魚を乗せる和食の代表料理といえばピザ。少年よ、大使を抱けと言った人はエジソン。宝塚歌劇団で一番人気のある組は何組。白組。映画テルマエロマエは何をテーマにした映画。公衆トイレ。サッカーの試合で警告の意味で出されるのはイエローカードでは、特に悪質な反則を行った選手に出すのは何。ハンペン。端午の節句の時に主に子どもの成長を願い飾られるのは、俗に屋根より高い何という。屋根より高い巨人。普通かよ。ピンポンピンポンピンポン。結構難易度高いんですねこれね。あのね、すごいね、マイマイ焦った。すごい、あんなサクサク出てくるとは。心臓に悪いよ。なんか疲れちゃった。私も疲れました。いやなんか見てるの楽しかったです。本当に楽しかった。キング君の迫真のね、何言い方とか問題の出し方、ね、うん、最高。強い感じ。次は修理に行くんですか。行きますか。え、キング君答えなくて大丈夫。キング君言った方がいいね。いいよ。え、でもキング君にも答えてほしい。私が読みです。はい。読みです。さっきの上手な読みが迫真のね。じゃあ行きますよ。スタート。
信号で青は進め、黄色は注意、では赤は倒れろ。アニメドラえもんに出てくる、いつもドラえもんに道具を出してもらって助けてもらっている少年の名前はコナン。パンはパンでも食べられないパンはパンツ。あ、ポンポンポンやニンジャリバンバンの曲で有名なシンガーは誰。パフューム。アルファベットの ABCD、 H の次は何。はい。あああら、 ABC、 HI、 あーブ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 ー。あ、これだ。お縄、お縄。あら、お縄ですよ。 COD レンコン、ね、でもさ、逆によく入って出てきた。信じられない。すげえ。すごいね。間違えちゃったよ、うん、正解だけど、これではブーです。あー、そういうことか。こういう風になっちゃうとダメだってことですね、はい、私はそれを教えたかったんです。え、あ、なるほどね。そうなの。はい。絶対違うでしょ。じゃあ私読みでキングくんやりますか。親切でしょ。こういう風になっちゃうとダメだってことです。私やると思わなかった。はい、どうしよう。ドキドキ。じゃあ行きますよ。はい、スタート。信号で青は進め、黄は注意、では赤は寝る。アニメドラえもんに出てくる、いつもドラえもんに道具出してもらって助けてもらってる少年の名前はタナちゃん。え。パンはパンでも食べられない、パンはフライパン。おお。ポンポンポンや忍者リバンバンの曲で有名なシンガーは誰。ミッキーマウス。アルファベットの ABCD、 H の次は何。うーん、初めての中。人間の体を作る三大栄養素とは、炭水化物、タンパク質と何。人。4月29日の祝日は何の日。キングの日。おお。桃太郎が家来にあげたものは何ですか。食パン。絶対ついてこない。ダイナマイト発明した人は誰。スマップ。おお。鎌倉時代何があると、すぐに幕府に駆けつけることに、いざ丸まといった、いざ銭湯。背骨のない動物の仲間なんという。背骨のない動物。6は英語で6、靴下はソックス。ではあれはクス。なになになに、聞こえません。6は6、靴下はソックス。ではあれはクス。6は6。やめてー。はい、というわけでね、やめてくれ。いや、ここのゲームもこれまでということで。危ない危ない。放送事故のとこだった。これはね、問題者が悪いよ。問題者っていうか出題者が悪いよ。間違いない。おかしい。危ない。なに、あれ、ザッ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 って言えばよかったの。クソはどこ行ったの。あれはザッとでしょうよ。ザッと、英語でザッとって言うでしょ。あれは何、ザッと。あ、そうか。クスってつけなきゃ。アレックスとかよかった。アレックス正解。イエーイ。シゲキックスがいい。あ、そうだね。危なかった。いやこれね、絶対流行んない。間違いない。てかさ、これいつかさ、誰かのせいでさ、打ち切れないよね。間違いない。危ないよ。かわいそうだね、プロデューサーさんで。この、ね、番組の。かわいそうに。かわいそう。危ない。だめ、真面目にやろう。ね、いつだって真面目でしょ。 よ、ね、だってキングくんが変なこと考えなければさ、普通に言えたじゃん。だって、え、だって、うん、だって6は6、靴下はソックス、ではあれはって言っただけなのに、なんで、うん、ねえね、なんかね、言おうとしちゃってね。え、ちょっととりあえずさ、うん、ちょっと新規言ってるか変えよ。もうですね。そう、こういう変な、でもみんなまどろんでるんじゃないですか。そうだね、今頃まどろんでる子は多分何言っても大丈夫だよ。ダメダメダメ、絶対絶対ダメ。はい、というわけでね、はい、次の曲に参りました。はい、次の曲、はい、ウォータースライダーになります。イエーイ。じゃあこの曲紹介をキングくん。はい、ウォータースライダーは下妻の田沼サンビーチのウォータースライダーを舞台にした曲になってます。はい、今3人の下地になってからは、あのラップの部分をしおりんが1人で担当してるんですけど、はい、それがね、私後ろでこうやってやりながらいつも見てるんですけど、かっこいいなしおりんっていつも見てます。キングくんだから好きなの。あ、珍しい。ありがとう。珍しい、しおりんが振り向いた。嬉しい、出れた。初めて出れた。いいえ、そんなことないですけど、はい、そんなのウォータースライダーのラップの部分もすごく聞きどころとなってますので、皆さん一緒に盛り上がりましょうね。は
ーい。盛り上がる準備はできてるか。イエーイ。いいと思っちゃった。せーの、いいとも。ダメね、いかんね。いかん。いかん。ちゃんと締めましょう。うん、あ、もういいの言って曲。いいよ。じゃあ聞いてください。ウォータースライダー。ずるいよ。ずるい。ずるいよ。なんでだよ。みんな強いんだから。そうだよ。二人とももやしのくせに強いよね。よく言うよ。もやしのくせに強いから。もやしのくせに。皆さん最近何かありましたか。最近。うん、最近。あの三人で、うん、サヌマに
アーティスト写真を撮りに行ったじゃないですか。そうですね、はい、あの4月の桜の綺麗な時にめっちゃ綺麗だった、うんうんうん、やっとね、はい、あの3人のアーティスト写真が撮ることができて、うん、そうだね、前も嬉しいんじゃない。嬉しいです ね、ホームページ未だに5人ですからね。そうあれ前入ったことになってないよ、まだ、うん、まだ5人ですからね。だってさ、ホームページチェックしてくださいとか言って、マイマイどこだよって知らないよね、あれ、あれどこにいるのってね。まあね、ホームページ担当の内山が今頑張って、はい、Yes We Can の通信講座に通ってるそうなんですよ。ユーキャンね。あ、そうです、ユーキャン。なるほどね。ユーキャンの講座に通ってるみたいなんで、はい、ホームページのね、更新がそろそろできるのではないかなって思ってます。はい、けどさ、うん、どのぐらいかかると思う？いや1からだから、うん、まあ半年ぐらいかかるかな。だよね、そんぐらいかかっちゃいますよね、うん、かかるよ。でもそんな経つとまたキングくんがやさぐれて、うん、ヘルメットが金色になるかもしれない。それはないよ。いいね、いい叫びじゃない。いい叫びじゃない。今ここのね、まあ ね、そんなことはともかく、うん、皆さんにそのアーティスト写真撮った時の状況をさ、ネタで、うん、あ、そうだね、コントでお見せしましょうよ。多分この方が分かりやすく伝わるかもしれないからね。そうそうそう、うんうんうん、はい、だよね、きっとね、うん、じゃあここはどこですか、マイマイ。ここは佐沼のほとりの桜並木の満開の桜の木の下です。おお、綺麗ですね、はい、綺麗ですね。じゃあ撮影始めますか。はい、はい、じゃあ、はい、カメラセッティングします。え、カメラマンなの。はい、カメラマンいります。あ、そうなんだ。はい、しおりさん、まいさん、はい、準備はよろしいですか。はい、いいとも。カーテンをえいいですか。シャッター切るときにちょっと煙が出るかもしれないんですけど。煙って何？煙？煙？大丈夫です、そこだけ体に害はないので大丈夫。大丈夫、はい、大丈夫です。なるほど、だけど、はい、じゃあ早速撮影いきたいと思います。大丈夫ですよね。大丈夫です、はいはい、じゃあいきますね。 3,2,1 カシャバン。うわびっくりした。ねえ、びっくりした。なんで煙が出たんですか。あぶねえ、何時代のカメラなの、本当に。間違いない。ざん切り頭ポン。ほうほう、ざん切り頭叩いてみれば文明開化の音がする。なるほどね。なるほどじゃないですよ。これは納得したの。いや、なるほどね。こんな撮影じゃない。嘘。違う、嘘じゃないよ。間違えたよ。ちょっとじゃあ、あの時のさ、ね、あの時のやつやろうよ。あの時のね、うん、じゃあカーテンを、はい、カーテン開けて座りましょう。はい、いらっしゃいませ。証明写真の方は1を、パスポートの方は2を、アイドルのアーティスト写真の方は3を押してください。これは3ですよね。はい、はい、3を押してください。こっち椅子を調整してください。はい、はい、目線を牛久大仏の目の高さに合わせてください。でかいな。どうする、ちょっと急い、早く早く、高いよ、ちょっと高いよ、牛久大仏だ。あっちの OK、 準備はできましたか。よいしょ。はい、ヘルメットは脱ぎましたか。キングくんですよ。なんで私って気持ちつけるの、ちょっと。え、早くヘルメットを脱いでください。早く、なんだこの機械、これ地毛だよ。やめてよ。それでは撮影スタートいたします。はい、1,2,3だ。それでは椅子をお戻しください。おかしい、おかしい、ちょっと待って、早く早く、今のおかしくない。だって、アントニオ猪木、撮影した写真は外に出ます。はい、どうする。ちょっと待ってよ、私たちはアイドルのアーティスト写真を撮ろうって言ったんだよね。うん、これはあん時のアーティスト写真じゃないよ。だってね、写真が10秒で出ます。なんでモノマネやらされたんだろうね。3,2,1。どうしよう、まあ使えればいいか。そうですね、じゃあ見てみよう。こんなの使えないよ。これはあん時のアーティスト写真ですよ。これは使えないよ。おかしい。なるほどね。何ねえ、何それ。なるほどねじゃないよ。どういうこと。いや、なるほどなと思って、違うよね。ね、違うじゃないよ。思わず納得しちゃったよ。びっくりした。違くない。違う違う違う。じゃあ今日はね、はい、ちゃんと寝れましたか。はい、ヘルメット外したんですか。これ地毛なんですよ。はい、そうですか。はい、じゃあ口をね、飲んできましたか、はい、ちゃんと、はい、じゃあ口を大きく開けてもらっていいかな。じゃあ入れるからね、痛いからね。あ、力まないで大丈夫ですよ。はい、はい、ね、大丈夫ですからね。じゃあちょっと奥入るよ。はい、じゃあモニターの方に移りますので、ここね、はい、
今喉通ったでしょこれ、ね、今管通してる、はい、喉上ってなるよ。あ、なってる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 、あんまり騒ぐと余計痛いから ね、 ね、はいはい、じゃあ胃の方行くよ。はい、入りましたねここ、はい、ん、あれあれ、んこれはナルトか、どうだい、どうだい、これはナルトじゃないですかね、ほぼほぼナルトで間違いないですね、だよな。じゃあちょっともうちょっと奥行くね、ちょっと上ってなっちゃうけど、あーなったなったなった、大丈夫ですからね、なっちゃったなっちゃった、力まないでもらってね、胃の方行くね、はい、はい、ちょっと麺があるんじゃないかこれは。先生これは麺と一緒にメンマとチャーシューらしきものが、これは昨日夜9時以降にラーメン食べただろ、ちょっとあれだけ食べないでって言ったのに困りますよ池田さん、前回もありましたよね、またですか2回目やってますよ。でもこの麺の太さ的に二郎のラーメンだな、前回も二郎のラーメンだったよな、ってことはジロリアンかデロリアンかブライアンかってことあれだあれだ、クラシアンか、クラシアンシンクラシアンではないね、もうさこんなんじゃないよ、撮影できないよ、誰が胃カメラでアーティスト写真撮れって言ったんだよ、なるほどなるほど、本当じゃないよ本当におかしい、いやなるほどだよね、なんでなるほどなっちゃうの、なるほどなるほど、オチがね、オチがね、こんなことじゃいけませんよ、おかしいよ、ただね伝えたかったのはそう楽しかったってことと桜が綺麗だったってことといい写真が撮れたってことなんですよね、はいはい、そう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 、そういうことです、それをまとめてこんな感じで、はい、はい、でもだいぶ伝わったと思いますよね、うん、はい、よかった、はい、よかった伝わった、はい、イエーイ、はい、じゃあね、うん、縁も竹縄、竹縄どういう意味か分かりませんが、はい、そうだね、皆さん座ってもらって、はい、よいしょ、はい、じゃあねここで告知をしたいと思います、キングくん、はい、はい、まずはどうしましょうかね、重大発表を最後にしましょう、はい、はい、まず下地の定期公演、来月は5月11日の第2日曜日になります、はい、はい、またいつも通り下妻の近藤楽器さんの3回で午前公演と午後公演の2回公演ありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、はい、でね来週は、茨城、あ、じゃないな、はい、明日は茨城キングさんのいやごじゃっぺハイスクールです、はい、はい、見てくださいね、はい、皆さん、で金曜日が水炭水工さんのキン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 キラキラキンキンキラキラです、はい、で来週はさーて来週ははい、来週の水曜日は水戸ご当地アイドルさんのカリさんのカリさんです、はい、はい、カリさんです、私たちはその次の週になります、はい、はい、でここで重大告知、なんとはい、はい、5月の5日午後この日イベントがなくなってしまいましたが、がなんと、はい、私とキングさんです、この2人で、はい、龍神大吊り橋のまさかバンジーに、はい、挑戦したいと思います、わー、ついに来た、あんなことツイッターで言っちゃったもんだから、そうです、来たよ、私たちはね今からイメトレをしています、はい、イメトレですよ、どうやったら死なないかとか、うん、どうしたら1000人に1人の確率で死なないかとかね、いろいろね大丈夫よ、考えてますから、はい、ぜひ、ね、応援しに来てくれるファンの皆さんがいたら嬉しいなって思ってます、はい、そうですね、あのイベントではないのでね、うん、こっそりね、そう、写真とか見に来てくれたら、そう、写真とかね撮りに来てくれたら嬉しいなとも思いますし、はい、なかなかねバンジーするとこ見れる機会ってないと思うので、ない、ね、確かに、はい、そうだね、多分これをしたらきっと今仕事があんまりない下地さんにもたくさん仕事が舞い込んでくると思います、キングなんでそんなこと、確かにそうだよ、お願いしようよちょっと、なるほどね、いやあんまりね、これはもうお願いするしかないよ、お願いしよう、お願いします、本当に、はい、あの一皮むけた下地、はい、皮ですよ、皮一皮むけた下地を
それいいの、はい、はい、一皮むけた下市をぜひね、見に来ていただけたらと思いますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。頑張って2人とも、皆からツイートで拡散してくださいね。5月5日、はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、はい、再来週も、はい、下市のまどろみまぬーさん見てもらいたいのでね、見てもらいたい。なんかあっという間じゃなかった、うん、45分ってさ、うん、3分ぐらいだったっけ3分だよね、まあ、出来上がんないですよ。本当だよ。でも今回はそんなピー用語言ってないからね。確かに、アーカイブにも残せるんじゃないかなって。 OK 思ってます。全然 OK だよ、きっと。絶対ね、見てる人もね、うん、楽しんでくれたかなって、うん、多分ねそうですよ。まあね、うん、頑張って下妻から来るので、はい、毎週各週各週各週ね、ミニじゃない、見てくれたら嬉しいなって思ってます。はい、お願いします。みんなお願いします。それとね、仕事をください。お願いします。切実に、切実、はい、本当にね、切実に、はい、何でもします。何でも、何でもするの、あの、脱ぐ以外見たくないってば何でもするよね、うん、大丈夫そうだよね、うん、放送時間が残りね、はい、30秒ぐらい、1分ぐらい、あ、1分なってしまいましたので、はい、締めに入りますか。そうですね、寂しいですね。寂しい、また再来週まで、うんうん、長いね。どうする、毎日さ、アーカイブ見るしかないよね、うん、そうだよね、うん、そうですね、みんなね、最初のと2回目と、はい、最初のと2回目と、はい、で、ね、2回目もう1回見て、ちょっと最初からそうだねかなみたいなね、はい、うんうん、そんな感じ、はい、再来週も頑張って皆さんを楽しませるので、はい、再来週まで元気で頑張ってくださいなんだそりゃ、頑張ってください。頑張ろう、お仕事とかいろいろ。そうだね、再来週も見てくれるかな。いいよ。じゃあね、はい、ここで、うん、キング君の面白い一言で終わりましょう。どうぞ。こまれち。